始まりました、シューちゃんオートです。本日から開幕しました軍付き杯ですね。はい、伊勢崎オートレース場の3日間開催でございます。ジュラン選手ももちろん出ておりますね。今回からジュラン選手ハンデが重くなりました。結構きついかもしれませんよね。今日もですね、5レースから最終レースまで初日の模様をやっていきたいと思います。昨日の興奮冷めてない状態でね、ちょっとまだ高ぶってる感じはしますけど、はい、ね、どんな3日間になるか非常に楽しみでございます。最後までご視聴よろしくお願いいたします。5番の戸塚、ここは人気の軸に押されました。さあ1本目の5レースね、トメヤ選手登場。トメヤ頑張れ。車検の方はですね、5番の、戸塚選手ここから入っております。第5レース、まずスタートしっかり戸塚さん行ってしました。30戦のスタート、枠なりか、伸びていく外から4番の石川、後ろから5番戸塚直樹、一気に石川の懐入ってまいりました。2番の塚本にも接近するような速攻でした。5番の戸塚直樹、いいな。2番手と上がろうという 3,4 コーナーです。2番手前進、5番の戸塚直樹、速攻決まりました。パパ上がってきてしっかり逃げるのは1番の佐藤智也、2級車、2番手上昇5番戸塚、3番手が4番の石川となっています。外を回る2番塚本、懐6番の田中が捉えて鈴木聡太もついてくる構えです。8番の金川翔平、一歩2歩前進、6番手と上がりました。さあ戸塚選手頑張ってタイム出していきましょう。リードが徐々になくなってきまして、戸塚直樹早くも捉えそうな勢いです。外で1番の佐藤も奮戦していますが、内5番の戸塚直樹優勢、4番の石川も三六決勝で行かれましたがついていく動きがあります。2番手と上がった4番の石川、6番の田中、さらには7番の鈴木聡太、残り3周回、田中悟のさあ頑張って戸塚さん、しっかり頼みます。まだ4番手変わりません。6番の田中悟が先に2番手と上がるでしょうか。先頭5番の戸塚直樹、4番の石川の動きも決してあと2周しっかり頑張って切り返そうと6番の田中悟ですが、まだ入りません。残りは2周回、4番の石川が6番の田中悟を抑え込んでいます。内がダメなら外から行こうという6番の田中ですが、4番の石川の動きがいい。6番の田中悟以下を完全にブロックしています。佐藤塚さんあと1周しっかり、5番の戸塚直樹先頭、ブルーフラッグ残りは1周回、石川が2番手残すのか、6番田中悟2番手浮上できるかどうか、外からもう1回攻めようという6番の田中でありますが、おっとちょっと4番の石川が打ち引っかかった。外から一気に田中悟が最後戸塚直樹まで捉えようとしている。最終コーナー立ち上がって田中悟がどっちだ、いやー6だ。デビュー以来初めて白ではない勝負服、一気に青の勝負服となった桜。さあ青色のジュラン一気に条件は厳しくなっております。さあここからはさばきのジュランだ、頼むぜジュラン頑張って。まずはスタート全集中、予選競争池ジュランスタートしました。さあ桜のスタートはどうか、後ろから竹中が飛び込んでいく。朝倉ジュランのインコース、竹中が行く、6番のオーチャイも覗いている。朝倉ジュランは中段6番手になった。これは
苦しいぞ。内からはトランスも入ってまいりました。朝倉ジュラン、これはデビュー以来最大のピンチを迎えています。レースは2周目、トップ争いは3番の野沢大輝に先頭に抜け出していく。先頭3番野沢に勝って2番の島田健一、3番手1番の内越、その後ろから5番の竹中、さらには7番の田中辻、外に4番の朝倉ジュラン、6番の内合が最高峰行ってみろジュラン。残りは4周回、野沢が先頭、2番手争いコンセントになっている。1番の内越、内から7番の田中を佐藤してあります。さらには8番の辻大樹上がってまいりました。4番の朝倉は揉まれて現在まだ後方集団の中にいます。先頭3番の野沢、内越が粘る。残りは3周、3番から7番の田中佐藤に8番の辻大樹、前の4名抜け出した競争であります。さあ田中が前を伺うんですが、1番の内越もよく粘っております。逆に外から8番の辻の強襲、前の車一段となっております。4番朝倉も追い込んできました。残りは2周回、3番の野沢先頭、内越とともに壁を作っている。外枠30戦両名を抑え込んでいるのは軽ハンデ勢、野沢と内越並びようにして壁を作っています。まだあるワンチャンあるよ、じゃあ頑張れ。中に外から辻、6番の落合の後ろ、4番朝倉、ブルーフラッグ残り1周、ここで一気に行きました。落合選手に止められてる。ついに決壊しました。7番の田中が先頭、ついてくる8番の辻、ここで30戦2人、先頭に待って朝倉ジュラン、最後3番手争いに見せ場を作っていますが、初黒星となりそうだ。いやー欲しい。50戦からの追い上げとなる三浦航平です。さあ7レースですね。三浦航平選手ね、ショータイム30ということで、ここはハンデチャンスじゃないかなというふうには思いますけどね、外からグイン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 来てってください。再起まずは20戦、外から北渡瀬の出がいいように見えていますが、内残せるか、後ろから5番の柴崎が速攻でなんと20戦の2人を叩いていきました。4番北渡瀬交代です。5番の柴崎が一気に3番手小林明の前に出ました。6番の伊藤昌司がその後ろにいまして、4番北渡瀬、6番手内から8番三浦、最後方7番の桜木、2周目に入る1コーナーで三浦航平が6番手へと上がっています。1番の翔ちゃん行こうですが、2番の深澤が狙っております。深澤がこの3コーナーで飛び込んでまいりまして先頭ダッシュ、3番手は速攻から5番の柴崎、そして6番の伊藤がついてくる。翔ちゃん上がってこい。小林が下がってそこを三浦航平捉えて5番手と前進、残り4周回です。先頭は2番の深澤です。2番手1番の抜いたが粘ります。抜いたの後ろに5番の柴崎、そして6番の伊藤昌司が4番手になりました。さあここで突っ込んでくる柴崎が3、4コーナー2番手と押し上げて、1番抜いたが後退影、さらには6番伊藤昌司が上がってくる。残り3周1コーナーで伊藤昌司、さあ後編こっからよ、攻略して2番手に上がりました。三浦航平4番手からこの3コーナーで3番手と上がってまいります。先頭2番の深澤に差を詰めてくる6番の伊藤昌司。三浦航平はやや差が広がった3番手で残り2周回、先に先頭に立ったのは6番の伊藤昌司、2番の深澤を捉えました。さあ三浦航平残り1周半どうする。おっとちょっと伊藤昌司滑った、そこをまとめて捉えました。見逃しませんでした。よしそのまま1番の三浦航平一気に先頭、よしそのままで交代。ブルーフラッグ残りは1周、深澤頑張って、バッター2番の深澤であります。キャリーで頑張って、深澤の後ろ5番の柴崎、7番の桜木と続いております。キャリーで頑張って、3番手のサイドもか、2番の深澤の後ろから柴崎が際どく差を詰めていますが、頑張って2番の深澤がいっぱいに3番手残しております。最後柴崎先金も3番手変わりません。勝ったのは三浦。
久門が人気の中心に押されております。さあ8レースですね。ここは久門選手一択で勝負でございます。ルーランプね、シソタイムも良かったと思いますよ。秒前秒まずスタートでしっかり前までくっついちゃって第8レース予選競争さあ行け貴様クリー3番野内高ダッシュ2番の猪熊をスタートで叩こうとしております。入ってまいりました3番でわー熊さん食われた。2番の犬熊3番手からの競争です。その後4番の木村5番の道地が続きました。7番の渋沢が先行した40戦最後方から久門通る早くも発進です。6番の栗原をまくり体制レースはこれから2周目早くも柳井が先頭に立つそうな雰囲気。1コーナー入ってまいりました柳井です。1番の渡辺を捉えました柳井が先頭渡辺教授2番手交代3番手の際は内から4番の木村外並んで3番の犬熊龍太外を回って5番の道地思想タイム33の道地が中段の外さあ木村選手しっかり迷ってシャグを縫うようにして久門が一気に4番手から3番手を狙います。先頭3番の柳井が一早く抜けました。2番手1番渡辺その内側から4番木村そして1番の渡辺教授入ったどこだ一気に捉えて久門を通るこの 3,4 コーナーで2番手へと押し上げました。先頭は柳井ですがもう久門2番手上がって残りは3周回3番手以下が混戦ムード4番の木村義明後ろから5番の道地7番の木村さんしっかり頼みます上がってまいります。先頭変わった8番の久門蹴りをつけました。3番柳井が2番手交代3番対4番渋沢上がってきて5番の道地7番の渋沢健治残りは2周回となっています。3番手の勢が焦点か4番の木村が後方を抑え込んでいます。うわ外だよ5番の道地良介も前回相変わらずの外だよ3の気力この後抜けるかどうか。いやー道地君の外は渋沢健治も襲いかかってまいりました。残りは1周回のブルーフラットを迎えています。いやー木村さん前落ち着かないかい3番柳3番手はまだ決着を見ていない4番の木村が粘る外から道地さらに大外を回って7番の渋沢内を狙って栗原です。いや渋沢そこは3番手3者並んでいる辛いんだよそこは道地の外は辛いよ。ブルーランプが消えています、軽犯デゼが残るかどうかどうだろうってとこですね。さあ西原さん行ってちょうだい。森村さんがすげえスタート切っていった。外から3番北爪が後発進です。北爪そして5番の高橋恵理子好スタートを切りました。2番の井上が4番手になりました。その後に6番の森村亮が追走早くも先頭3番北爪に変わった1番の人が2番手交代しています。5番の高橋恵理子も2番手を狙います。レースは2周目中段は備えてきました6番の森村亮が4番手と上がってさあ恵理子がどうだこれ思想以上にいい感じで走ってるかそれとも北島さんあー落ち着かないな5番の高橋恵理子2番手上がりましたが前とはまだ距離があります。3番手1番の獅子とその後ろから人気どころの6番森村と8番の西田の追い上げになりますが北爪さんが綺麗に残っちゃってる。現在人気両者4、5番手になっています。1番の獅子との外につける6番の森村僅差の攻防森村さんも獅子さんにちょっと詰まってるな。その2人を見ています。5番手の位置ここで森村がどうやらまくって3番手と上がって残りは3周回さして西原智明4番手と上がって1番さあここからピッチ上がるか先頭3番北爪じわりじわりと車間を縮めて5番の高橋恵理子3番手から6番の森村も前の2人に追いついてまいりましたが8番西原まだちょっと距離がある4番手あと2周となりました。前の3人とはちょっとまだ距離がある8番の西原智明追いつけるか先頭3番の北爪2番手は5番の高橋恵理子その外から6番の森村と上位3台が固まってまいりました。北爪高橋そして6番森村さあ森村さんが打ち着きをこれまとめて2人を捉えたカブルーフラッグ一気に先頭に突き抜ける6番の森村亮が先頭だ。西原智明がようやく高橋恵理子が出ああいけねんかい先頭は6番の森村2番手は3番北爪3番手の線は高橋が突っ張っていく外西原智明4番手止まりかわあ北爪さんだよ
京阪で勢では2番の伊藤博之の粘り、絡みが若干売れています。さあ10レースですね。ここはもう昌磨頑張って頼ますよ。昌磨消えました。スタート3秒前です。しっかり頭で昌磨スタートしました。20戦のスタート、外から生方正人出ていきました。竹本の後ろ40メートル、両者枠なり発進となっています。最後方から8番伊藤昌磨です。4番手争いが混戦となっていますが、3番花本が下がっていきまして、そこを捉えて5番の竹本が4番手へと上がりました。内を狙って金山、外をまくっていく浅香であります。レーサー2周目、前は2番の伊藤博之、ここで先頭に出しました。1番の滝沢健を突破しています。滝沢健の後ろから4番の生方差を詰めて、その後5番の竹本、そして6番の金山、7番の浅香、8番の伊藤昌磨、7番手、3番花本最後方交代で残り4周です。2番の伊藤博之のペースになりました。2番手以下はジュースなぎとなっています。1番の滝沢健がよく粘っています。4番の宇方、3番金山さん前進もうよ、飛びたいんですが5番の竹本入れません。ここで4番の宇方がまくり切って2番手上がりました。連れて上がっていくのは6番の金山、7番の浅香、いずれも外から上がっていく。金山周平一気に2番手へと前進か。6番金山がここで2番手へと突き抜けました。そして後ろから7番の浅香順も上昇です。40メートル両者が上がってまいりました。伊藤昌磨はまだ6番手あたりちょっと苦しい展開強いられて、昌磨は2周回、さあ6番の金山周平先頭に抜け出していく1コーナーです。前回優勝ハンデ重くなっている金山ですが、それでも先頭に抜け出しました。好調キープ、6番の金山周平、ついてくる7番の浅香、さあ浅香しっかりついてきています。伊藤昌磨ようやく4番手、ブルーフラッグ残りは1周回、先頭金山、2番手浅香、ここは40戦両者のワンツー決着濃厚だ。3番手の末は2番手の前に8番伊藤昌磨、なんとか3番手には間に合った。さあトップ争い、外から浅香、最後は切り返すのか。6番の金山先頭キープ、忘れてる、作って7番の浅香、最後なんでやられんだよそこ。1番の松本から5番の谷川、7番の二村と、さあ11レースですね。最近ね調子のいいヤッシー、まあ果たしてね地元に帰ってどういうレースをしてくれるのか大注目でございます。まずはスタートね、あとは司も怖い。さあ行け、10メートル枠なりで出ていったでしょうか。その後ろ20メートルも枠なりスタートになっています。ヤッシースタートいったね。二村恭平スタート立ち遅れました。8番の松本が早くも7番の二村も捉えまして速攻です。8番の松本ヤッシー、松本が30戦両名を序盤で突破して、さあ近さついていけるか、並んで捉えにかかっています。レーサー2周目、好調松本ヤッシー、その動きは地元に戻っても活発そのもの。4番の高橋と外を並んでいきます。3番の栗原和則、3番手高橋、その後ろ外を回る松本、内側から逆襲5番の谷川です。やや4番高橋に引っかかった松本を5番の谷川が逆転しました。先頭は1番の岩本の粘り、2番手2番の林、3番手3番手、嘘だろやし、その後ろに5番の谷川がつけました。8番の松本、一旦下がる形となったところから再度仕切り直し、中段のインコースへと上がってくる8番の松本、残りは3周回。いやー、メンデスさんも滑っとるやん。先端めがけ電気に上昇、前詰まってる。8番の松本、2番の林と内懐に潜り込んできました。8番の松本康、この3コーナーで突っ込むか。2番手とまずは上がりそうですが、2番の林もよく粘っています。1番の岩本が先頭、2番手8番松本、残りは2周。3番手が大混戦、2番の林、内から5番の谷川和孝、外から7番の二村司、2番手が4台中ですが、8番の松本康抜け出しました。2番手内から5番の谷川が上がって7番の二村塚さん、人気決着やん。残りは1周回、ブルーフラッグ、先頭は8番の松本、2番手5番谷川、3番手ここで7番の二村が上がって、結局終わってみればという上位体制です。8番の松本先頭、いや谷川さんの2着目はもう蹴ったよ。7番の二村塚さんということで、どうやら人気サイド、8番松本康二通り、おめでとう。
地元との折り合いはどうか。8番の新井啓太、人気の中心。さあ最終12レースですね。啓太が一番人気でございます。前回ね、ミッドナイトチャンピオンカップ優勝ということでね、凱旋でございます。まあどんなスタートを切るのか。さあ行け。スタートしました。セロハンのスタートはほぼ互角の飛び出しか。その後ろから4番の荒川が好ダッシュを見せますが、3番の秋吉伸び返しますが、4番の荒川が先行。20メートル湯浅尾山爆なり発進です。青山さん入っちゃ一発で。最後方から荒井啓太となりました。セロハンはチバスタート頑張りました。1番の千葉が主導権です。松尾2番手、その内側狙って4番の荒川哲也が入ってまいりました。荒川がすんなりと2番の松尾を捉えて2番手へと上がっています。8番の荒井啓太依然最後方。4番奈良川哲也が1番の千葉の襲いかかっています。青山下がってこい。松尾の内側から秋吉が捉えました。中段は5番の湯浅、そうだ、青山捉えました。残りは4周回。依然として新井啓太は最高峰のままであります。人気の中心新井啓太、ようやく一社捉えようかというところでありますが、序盤戦中で青山下がってこい。荒川先頭、千葉が2番手、3番田野は3番の秋吉の後ろから秋吉さんさばいて、青山が上がってまいりました。残り3周回、いっちゃってください。青山がまとめて、いっちゃってください。一気に1コーナー入ってまいりました。青山さん、いっちゃってください。2番手へと上がっています。荒井啓太から追ってください。2人が先頭2番手、荒川さんまで追ってください。お願いします。外から一気の上昇、この辺りで道を見つけたか。荒井啓太4番手上がって、あと2周回、青山さん頑張って、3番の秋吉の後ろまで上がってまいりました。お願いします。番頭までここで3番手へと上がりそうか。3番の秋吉の外から荒井啓太並びかけている。先頭4番の荒川が独走、2番手6番の青山、その後ろから荒井啓太が3番手へと上がってまいりましたが、ブルーフラッグ残りは1周回。荒川先頭だ。2番手6番の青山の後ろ、新井啓太2番手に手が届くかどうか。うわーダメだこの距離。8番新井啓太、青山の後ろ差を詰めて並ぶところまでやってまいりました。2番手最後は接戦か。先頭4番の荒川、うわーちょっと残念。接戦となってゴール。はい、ということで最終レースまで見ていただきました。ジュラン負けたったね。うん、でもまあやっぱ課題はスタートかな。スタートがね、しっかりいければ僕はねまだまだ、いける足はあると思います。はい、いつかは負けるんですね。まずはねこの30枚、ここがね一つのね登竜門かなというふうに私は思っておりました。はい、なので明日またねジュラン頑張ってね、明日準決勝、雨模様かもしれません、どんな準決勝になるかまたやってきます。ぜひ皆さんチャンネル登録よろしくお願いいたします。今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。そして本日も皆様お疲れ様でございました。張り切ってまいりましょう。最後にお願いです。チャンネル登録並びに高評価ボタンと鈴ボタンプッシュ、そしてチャリロとの新規入会よろしくお願いいたします。